ともできないじゃないですか。ちゃんと頭を下げるつもりだった。わーお、早いじゃん。許されるとでも。いいシナリオが浮かんだ。本当はゴブリンに皆殺しにされるというさ。お前たちを先に殺し、それに気づかずボスの相手を射速。そうして僕一人が生き残る。勝てる相手じゃない。私が行く。牛で格上。だが、そこを突く。天使だ。いや、熟練の身のこなしだ。早く正確。魔法を諦め、剣精度。しておこう。剣を持つ者に背を向けるとは教えている。剣の技術では、魔法使いごとき暗殺系ハンターの速度。嘘は悪くなかった。この老いぼれ狐が。またあんたか。何者だ。そんなバカな。孫君、今のは僕の攻撃を2回も止めた反応速度。暗殺系だ。なら不正登録者ではない。目撃者を生かしておくはずがないからな。再覚醒者。孫君が再覚醒者。二重団長。もしかしてあの雑魚の E 級か。とだとすると、二重団長から生還できたのは。そんなことをする囚人たちのことか。あいつら人一人死なせといて何の反のことだ。なぜ殺したか。だったら人思い、被害者のため。嘘だ。お前の本質はそこじゃない。大手ギルドからも引く手あまたの B 級ハンター思います。僕はね、モンスターなんかよりB 級が再覚醒したところで知れて同じようなスペック、同じような実力でも違う。その差があんたを敗北。出しにすんのやめてくんないか。テムが反応してしまった。あやを殺さないといけない理由がもう一つで。毒あんたのた僕も面白いものを見せてやれや。隠密、姿、音、匂いの、そ、もちろん僕がこれを使えるという。目の当たりにしよう。生きて帰れた人間は一人も。余計な真似はするな。いつまで喋ってんだ。状態の回復聞いたことがない。あと何度使えるんだ。予測がつかない。怒りを感じることすら無駄か。ただ強い者だけが勝つで、僕の位置だが、正確な位置までは把握できまい。なんだ嘘だろ。ハンターに一般人の常識を押し付けたって無意味だ。この法則は至極当然のことなのさ。あんた一体何なんだ。ハンターだとしたら、強くなるにつれ俺の中に